だないでしょ。あれ夢人さんそんなキャラでした？どうもこんばんは。どうも、あ、いつもの感じになってくれてありがとうございます。さあもうね皆さんお待ちかねでございましたので、お一方ずつ自己紹介をお願いします。はい、ボーカルとギターやってます夢人です。キャラ、そんなキャラですよ。よろしくお願いします。もう3つぐらいキャラ出しますよ冒頭から。はい、うざい。全然ローラ入りましたね今ね。オッケー、ありがとうございます。さあ続いて、はい、ギター竹人です。よろしくお願いします。普通、ありがとうございます。ありがとうございます。これが普通なんですからね。さあそして、はい、こんばんは、ベースのインテツです。よろしくお願いします。お願いします。普通なんだけどなんかちょっと面白い。ありがとうございます。さあそして、はい、ドラムの健三です。お願いします。お願いします。ということでございましてですね、2回目の V4 登場ということに、なってくれてるわけでございますけれどもね、まあ恒例のコメントとちょっとやり取りをですねドア玉にさせていただきたいなと思いますので、ちょっとじゃあ健三さんなんか話しかけてもらっていいですか。はい、みんなパチパチやって。あれ欲しがりますね。数字の8でほら、拍手喝采。それ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 、これすごいよね。すげえ、もっともっとやろう、もっとやろう、もっといこう。はい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 、できるんですよ。曲も激しくなったよ。ああいいですね。あ、すごい、すごい、すごい、すげえ、あざす。もう満足でございますか。あざす、あざす、あざす。さあじゃあ竹人さんもなんかちょっと話しかけてもらっていいですか。竹人さん、竹人さん、竹人さん、そんな甘髪ほっといてはい、皆さん元気ですか。元気ですか。元気ですか。元気の確認大事ですからね。はい、どうなんですか皆さん。すげえ長い出してくれて、はい元気。あ、元気です。はい、元気だって。はい、元気、元気ですね。あ、元気ですね。はい、元気です。いいね。竹人さんは元気ですか。あ、元気です。ちょっとさっき駅から走ってきたんで。あ、さっき汗だくやったよね。汗だくやったけど。でも走れるってことはもう元気ですか。元気です。ありがとうございます。さあじゃあインテスさんもなんかちょっとユーザーさんにね、はい、みんなどこで見てるの。うん、どこで見てる。あの、なまら元気って書いてあって、きっと北海道の方かな。地域の問題の話ですか。そうそうそう、ね、あ、カナダって書いてあったよ。お、嬉しいです。栃木、秋田、そう、普通ね、部屋、みんな家とか、そう、カナダ、香港、台湾、うん、あ、外国からも宇宙って書いてある。広いね。見え多いなね。宇宙って書いてある、広いねっていいですね。そうそう、いろんなところからね見てくれてますからね。お風呂とかこたつとかね、嬉しいですね。ブラックホールもいますからね。ブラックホール見えてるんだね。よかったよかった。ゆめひとさんはちょっとせっかくですから、ユーザーさんに。じゃあそうだな、せっかくだからじゃあ全員4って打って、4444444、数字の4ですか。しししし、なんでなんで。まあ、とりあえず打って、とりあえず打って。はい、怖い、来たよ、来たよ。怖い、来ましたけど。怖い、怖いね。自分でやらせたんでしょこれ。すごいすごい、なんか4バグってるみたいになってる。でも僕実はラッキーナンバー4なんですよ。だからすごい今テンション上がってきました。あ、もしかして今テンション上がってる最中ですか。上がってます、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 上がっちゃった、上がっちゃったら何するんすか。まさかのパッションやが今出てきました。ありがとうございます。この平成27年すごいところから撮ってきました、ね、一番撮っちゃいけないと撮っちゃいけない思わずね、ということでございまして、あ、まさあ生放送ね、コミュニケーション取りながら進めていこうかなと、思ってるわけでございますけど、はい、早速ですけどこんなコーナー行きたいと思います。実はですね、関係者の方から最近のですね、はい、活動の中でどんな事件があったのかを聞いております。そちらを紹介していきましょう、はい、題してあやびえバント重大事件。ギャーギャーいろいろ決意があります。ギャー、ありがとうございます。はい、こちらはですね、あやべさんが最近ね、なんか活動の中で起きた重大事件ベスト3を伺ってありますので、はい、それを発表していくというものでございます。はい、まず第3位はこちら、健三遅刻多すぎるぞ事件。よくないねー。え、これ誰よくないねー。誰なんだ、スタッフか、まあ、関係者の方じゃないですかね。まあ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 、どっかからの情報ですよ。まあ、これはだから事実なのかそうじゃないのかをまずはっきりさせていただきたいですね。うん、そうですね。まあ担当直入にデフォルトです。あ、ということは認めた、認めてるってことですね。はい、なんかでもそれによって迷惑がかかったりはしてるんですか。ないです。あ、ないですか。ないです。そうなんですか。そうなんですか。あれ、そうだっけ。あれで
ないならもう次行っちゃいますけど、迷惑あります？かかってます？いや、あの健三とりあえずあの遅刻って普通すると、ええ、あ本当やばいみたいな、もう本当にね汗だくになって走るみたいなね、そういうのがそれこそデフォでしょ、ええええ、なのに健三さん、ええ、ツアー中例えば、はい、朝の10時集合でした、はい、あのホテルに泊まってね地方で、うん、ホテルのロビーに集合ってなって健三が来ませんで皆さんもうね移動の車に乗ります、うん、健三待ちます、うんうん、で健三さんがね何分か遅れてそうだねホテルからゆっくりとサングラスして出てきます、うん、そしてガチャッとドアを開けて、うん、なんて言うんでしたジョリース最低じゃないですか謝罪とかじゃなくでもまだそれってテンション高い時で高い時最近はそのパターン多いんですよ、はいはいはい、昔はなんか逆ギレしてるパターンが多くてうわわわ多かった遅刻してる方が悪いのに開けてドア開けて何も言わないで座り出す謝れよ謝れよしかもちょっとこっちもなんかねそうなんですなんか話しかけづらいししかもサングラスもしてるし、うん、空気めっちゃ悪くなるじゃないですか、うん、こっちが悪いみたいなオーラを出してくるんですよそんなことないだからスタッフさんもこういうところでしか言えなかったみたいなそうこれも本当に良くないですよこれ逆襲ですよしかもサングラスしてるあれだからね朝弱いから顔真っ白だからマイケル・ジャクソンみたいな入ってくるからねホラーじゃないですかそんなの本当にめっちゃ笑ってますけどやめてください。いやそういうの最近ないんですよ。だ最近はチョリスになってるんでまだこっち違う違うそっちじゃなくてそっちじゃなくて遅刻してないって遅刻は前提みたいになってるけど最近ねそういうのは、ねええ、ないです、ね、あ遅刻はないですか最近ないとそうですね減った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 ねそうですよね減った減ったあまり最近迷惑かけない遅刻をして、うんこの間のツアー行く前車で集合したんですけど、はいまあ、遅れたんで新幹線で行きたいとかあごめん俺遅れるから新幹線で行きますみたいなすごいよねこっちも待ってないんで、まあ、迷惑はかかってないですそういう自分でなんとかするタイプなんですね車も広くなるしね、うん、あなるほどじゃあ現地で行くないですよ母さんじゃあ不機嫌だけはちょっとそうあれ、ね、それあれは、うん、子供だったんだろうな今はもうないですよね、うん、ないないない今チャレースの方ですもんね、うん、チャレースはいそちらでじゃあお願いしますそれもどうかと、ねうん、さあ続いて、綾部さんの最近のねバンド重大事件簿、はい、第2位はこちら陰鉄のほにゃららがでかいやーん何これやんとか言ったらまたなんかなるよこれ何何それ陰鉄の一回もんなこれ陰鉄のあれえってみんなもえってえっと聞いていいんですかこれは何がってかもうですかこれなんかもう大丈夫か見せちゃった方がいいんじゃない見せちゃう見せないまだ8時だよ大丈夫大丈夫か、うん、見せれるんですか見せちゃう立派ですよ何が何をしてるの写真がある写真があるすごい立派ですよ出していいの何で写真があるのあ多分どんな感じのものですか大丈夫ですか、はいはい、もう大丈夫いいんじゃないですかあの途中で落としてくださいダメだったインテスのすぐ落とせよ男をインテスの男をさあじゃあお写真インテスさんのでかいもの出してくださいどうぞうわよかったよよかったよこれでノエルちゃん ね, 猫ですねノエルですよこれでももう猫じゃなくてこれも豚ですよねノエル君はちなみにまだ子猫でまだ6ヶ月経ったぐらいなんですライオンみたいになるのなるえそんなでかくなるのまだ成長途中ですもん今はどれぐらいの大きさなんですかあのこの間こう寝てる時に巻き尺で測ってみたんですよ、うん、そしたら85センチありましたえあのノエル君は作曲してると作曲したりしてるんですかあインテさんがね僕は作曲してると、うんうんあの邪魔してくるんですよ僕とパソコンの間に入ってなんかお仕事中でもなんか遊んでみたいなあれって iMac があのサイズで猫があれってことは、うん、すごいよね相当でかいですよねあれねタバコの原理で比較できるよねあれ、うん、分かる人は確かにありますよねやばくね、うん、あこれが測った時のノエル君の尻尾の先が90センチなんですよ捕獲された後で大丈夫ちょっとあのやめてーだよなんかモンハンでねもう素材取らないでくださいよ。お願いしますが、金管ついてるあれ。レアレアな。大きい。ノエル君、子猫と思えない大きさで。でかいね。ね。子猫だもんねまだね。おかしいよね。なんていう種類なんですかこれ。ラグドールっていう。ラグドール。はい。なんかぬいぐるみみたいな、こう黙々で抱っこし放題の猫なんですけれど。うん、抱っこし放題。ちょっと大きいんですよね。
じゃあ今後も大きくなる可能性ありますからね。はい、ちょっと餌代が心配ですね。ねえ、うん、ということで、まあでも可愛いですからね。可愛い、ノエちゃんね、いいと思います、はい、さあちょっとほっこりしたところで続いての、はい、はい、重大事件いきましょう。第1位はこちら、真冬の北海道高速道路事件。ギャー、そうギャーが俺の声に聞こえるんじゃないなんかわかる、ちょっと似てます、うん、やっていいですか、お願いします、うん、じゃあ事件もう一回言ってもらって、わかりました。それじゃあ SE は今度は夢人さんのもうリアルな方でいきますからね、はい、それではいきましょう。第1位はこちら、真冬の北海道高速道路事件。ギャー、あ、ちょっと違う違ったけどこっちの方が事件っぽかったねやっぱいい声 されてました。ありがとうございます、うんうん、さあこれはどういった、あ、なんかお写真がある。まずお写真を見るのこれをじゃあちょっと、これこうやって見せるタイプなかなかないよねアナログですねさっき出たのにっていう、こういうことわかる、見えるかな、はい、大丈夫です、大丈夫です。これもういい、うん、まだもう一回見る、写真がある、もう一枚あるのかな、これはそうね、写真を見ながらお話伺います、うんうん、そうですね、はい、なんだこれちょっとよくわからないですね、あったね、なんかちょっと面白い、あれこれこれでもないかな、これ違うの、もう一枚ぐらいあるかなっていう、これあ、これがそれですね、当時のその重大事件を物語ってるところかもしれないですね。じゃあちょっとお話を伺いますけれども、はい、どういうことですか、これはあれだよね、前回のワンマンツアー冬だったんですけど、はいはいはい、その途中北海道ツアーで行ったんですよ、うん、で札幌でライブをやって、うん、で夜中に旭川に移動する工程 で、はい、でその途中やっぱり冬の北海道怖いじゃないですか、で高速乗ってたら、まあ、機材車とメンバー車2台で走ってたんですよ、はい、ただ前を走ってる、機材車を運転してるテックの人から電話があって、今一回転したと、そうスリップしてスピンして、で本当にやばくてもう前に進めなくなったって言って、はい、うん、でもう本当20キロぐらいノロノロ、そうだよね、そろそろっと、うんうん、で次のはパーキングでパーキングサービスエリアでじゃあ落ち合おうってなって入ったんですよ、うん、はい、で入ってしばらくしたら今度うちらのガソリンがないことに気づいて、それは北海道関係なくガソリン、うん、ガソリンちゃんと入れてなかったみたいな、ガソリン入れてなくて、はい、やっぱり冬の北海道はあのガソリンスタンドサービスエリアあるって書いてあったのに休んでたりするんですよ、ない時あるんですか、うん、あるんです、あの時間も遅くてね、そうそうそう、ライブ終わってから移動したので、そうなんですよ、はい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 、でもガソリンないわ、車滑るわで、もうやばかったよね、うんうん、あの時来てくれた JAF の方が本当にかっこよく見えました呼んだんだちゃんとそうです、やっぱえもうガソリンがなくてってことですか、なくて呼んだ、電話したら近く の、 そのサービスエリアで待ち合わせであと1時間ぐらいしたらお伺いしますって言われて、時間を1時間の間、うん、その残りのガソリンなくなっちゃったらエアコン止まるじゃないですか、はい、そうですよ、あたりはマイナス12度なんですよ、マイナス12度、これはもしかして最後かもしれないと思いながら覚悟したんですかそれ、もう僕はもう死を覚悟しましたね、その最後に iPod で何聞こうかなみたいな感じで無言で聞いてたんですけれど、みんな同じように多分いろんなね走馬灯のように開き直って、僕はあれだよ、だからさっきの写真なんですけど、外に出てってマイケルジャクソン踊ってました、何やってんすか This is it ってやってた、最後に踊りたい外パオってやってました、はい、なんかのんきじゃないですか、何気に好きなんですよこういうサバイバルが、逆境に強いですね、そうそうそう、逆境大好き、逆境大好きで、はい、なるほどなるほど、わかりません、まあでも、まあ、JAF の方が来てくれて、はい、よかったですねこれね、すごい親切でね、うん、すごい、しかも安かったんですよ、そうで健三君もう嬉しくなって、はいはい、もう釣りはいらねえみたいなって言われて、バウヒなのにお金もらってっていう、釣りっすよ、本当ありがとうみたいになっちゃってもう本当にジャフの人は神に見ちゃったんですね、はい、じゃあね、あれはもう、ね、ヒーローでしたね、あれヒーローだったね、かっこよかったね、ジャフになろうかと思ったね、もうなろうと思うぐらい、はい、じゃあジャフの方で見てたら本当ありがとうございました、ありがとうございました、でございました、はい、はい、以上あやびえバンド重大事件でございました。さあここでですね1曲をお届けしたいと思いますので、曲紹介をお願いいたします、はい、それではそうですね、覚醒しブレイクオールに入ってる曲ですね、新曲です、聴いてください、あやびえでヒーロー。
た、歌詞いいやん泣いた来てますけれども、アップテンポなのに切ないという、これはちらつね、こちらはですね、あやべえさんの5月16日リリース覚醒シュプレヒコールに収録されております、はい、ヒーローという曲でございまして、はい、ジャフの曲じゃねえよ流れがね、そうなんだね、そうなんだよね、ヒーローの高橋くんの曲でもねえよ違いますからね、これね、そしてですね、な質問も来てまして、ちょっとメール紹介させていただきます、はい、鳥取のリンゴ飴ちゃんからです、はいはい、夢人さんに質問です、はい、どうしてそんなにモノマネが上手なんですか。モノマネ、ちなみに私のお気に入りは藤森さんのモノマネです。ああなるほど、あやってやるべきみたいな、まあ、そうやろうよ、やりましょう、せっかくですから藤森さんのモノマネっていうか、なんかチャラい感じのやつを、そうですよね、すこれ CC ガラスの藤森優子さんじゃないですもんね。そうですね、ちょっとチャラい感じで、そうですよね、わかりました、はい、それでは藤森慎吾さんのモノマネお願いします。ユーメイトでーすありがとうございます。チャラいね、チャラだったね。今この流れでさ、チャラくないけどさ、ピカチュウのマネもして、ピカチュウ版ちょっとあれもうまいけど、うん、ピカチュウのモノマネをお願いいたします。チャラチュウでーすチャラいね。なんでそんなネタ持ってんですか、やめてください、そういうの、チャラい、お笑いじゃないんですからちょっとチャラいかなと思って、チャラいかなと思ってじゃないですよ、もうこれからいたしますはい、さあそれではですね、続いてこちらのコーナーに行きたいと思います、はい、ファンの皆様お待ちかねのこのコーナー、題して V ニコでーす。はい、このコーナーはですね、毎回テーマを決めてユーザーの皆さんから電話でクイズを募集します。そのクイズをニコ電を通じてバンドメンバーの皆さんに、答えてもらいまして、あなたのクイズにメンバーが正解できなかったら豪華商品をプレゼントというコーナーでございます、うん、そして今回皆さんに考えてもらうクイズのテーマはズバリこちら、母の日にまつわるエトセトラです、一応番組ホームページはですね、ゴールデンウィークにまつわるエトセトラだったんですけど、変えました、母の日にまつわるエトセトラでございますので、あゴールデンウィークにまつわるクイズ考えちゃったって方はそれでも OK でございますのでね、だから母の日にプレゼントしてドン引きされたものは何ですかとか、あとなんか例題あります、母の日にいつかやろうと思ってるサプライズとは何でしょうかなど、個人的なクイズを考えていただいて、メンバーの皆さんが不正解だったら、今日はですね、すごいですよ、あやびえさんのサイン入りポスタープレゼントです。未だかつてプレゼントがもらえなかったユーザーさんいませんのでね、ぜひどしどし電話をかけてきていただきたいなと思います、そしてね、こちらから発送する際プレゼント当たった方、スタッフからメールが届きますので、パソコン携帯電話でメール受信フィルタリングを行っている場合はニコ生アットニワンゴ .co.jp、 ニコ生アットニワンゴ .co.jp、 こちらを受信できるように設定してください。ニコニコ生電話の使い方も説明します。ニコニコ電話は携帯電話で生放送の出演者と直接喋ることができるプレミアム会員の限定のサービスなんですね、パソコンで利用するには事前準備が必要ですので、詳しくは画面上の説明文を読んでニコニコ電話の準備をしてお待ちください。はい、それでは皆さん、ユーザーの皆さん、準備大丈夫ですか。大丈夫、わかりました。それではクイズの問題受付、はい、スタートでございます。なんかこのつながるまでに母の日とかなんかやったんですか、皆さんは。昨日母の日でしたけど、母の日、まあ送りましたよ。送りました。あ、送りました。あ、送りました。お母さんずっと付き合ったんだよ。危ない話ですね。僕は聞き間違えました。送りました、はい、メールを。いや、メール、物も、はい、素晴らしい。何送ったんですか。いや、普通に花を。はあ、これは嬉しい。皆さんもお花の方は。昔あのガンダムを送りました。なぜ。みんな花を送るじゃないですか。だから僕のいらなくなったガンダムあげました。それ いくつぐらいの時ですか。それ小3ですね。で、お母さんのリアクションは。台所に飾ってくれました。素晴らしい。優しい。いいお母さんだね。素晴らしい。でも、うん、ママレモンまみれになってました。ママレモン。ママレモン。ママレモン。洗剤まみれになってました。さあ、もう電話が倉庫してる間に繋がりますよ。繋がりました。はい、もしもし。もしもし。はい、アイトさんでございますね。はい。お電話繋がりましたよ、アイビーの皆さんと。ああ、ありがとうございます。ねえ。あれ、はい、繋がっちゃった。繋がっちゃいましたよ。やばくない。もしもし、待って待って、もしもし、もしもし、うん、聞こえるよ、聞こえるよ。
どうしていいか分かんないよね。そうだよね。じゃあね、母の日にまつわるクイズですけど、愛斗ちゃん大丈夫ですか？愛斗ちゃんどちらに住んでるんですか？秋田県です。秋田県でございます。おいくつですか？18歳です。18歳でございます。うん、ニコでつながったの2回目ですね、愛斗ちゃんね。ああ、よく覚えてます。そうですよ。さあ、それではですね。よく覚えてますね。母の日にまつわるクイズを出しちゃってください。どうぞ。私が母の日にお母さんに贈ろうと思っていたものは何でしょうか。ほうほう、贈ろうと、今年のってこと？はい。うん。で、送ってないんだね、結局ね。贈ろうと思ってたんですけど、うん、売ってなかったので、送れなかった。あ、売ってないようなもの。なるほど、なるほど、なるほど。人気のものだ。あ、なるほど。あ、そういう考え方もありますよ。なるほどね。じゃあここは誰に答えてもらいたいですか？みんな分かりました。それではじゃあみんなに面白い答えをもらいましょう。じゃあ夢人さんは最後はいです。はい、じゃあ健三さんからお願いします。はい、やっぱね、人気系なのかね。人気だよ。人気系の買えなかったでしょ。うんうん、買えなかったから。うん、買えないもんだろ。最近人気のもんってなんだよ。人気といえば何だよ。上からなんだろ。なんだよ。なんですかね。俺の中であれですよね、なんか家電をね送ろうかなって思ったことがあります。あのダイソンとか出た時に。ああ、ちょっと高いですけどもね。そう思った。だからそういうなんか、うん、そういうちょっといい新しい掃除機とかが答えでいいですね。はい、ちょっといい新しい掃除機です。わかりました。さあ続いてインテスさん。はい、あのこれはですね、うん、人人気のもので、うん、あのあれ iPad とか。ああ、なんかいろんなのに使えるじゃないですか。もうあのお料理レシピとかだったりとか、なんかメールとか LINE もできるし、いろいろね、なんか離れてても使えたりするし、いいんじゃないかなと思うのであげたいので、iPad です。 iPad、 わかりました。はい、さあそして竹井戸さん。買えなかったっていうことは時期じゃなかったんですね。うん、そういう考え方もありますね。はい、いいですよ。松茸とか。母の日に。それ毎年あげられなくてさ、悩むんじゃないのかな。母の日大体5月ですからね。今年もないよみたいな。タケピー、それ今言おうとしてたから。気づけ。嘘でしょ。松茸かぶりないでしょ、なかなか。わかりました。松茸いただきました。なるほど。さあ、夢人さん。18歳ですよね。あ、そうそう、年齢もねちゃんとね。18歳なので、はい、だからお母さんにちょっと昔懐かしんでもらおうと思って、うんうん、昔の流行ったおもちゃだからファービーとかを買おうとして、でファービーを買おうとしたらなかったからたまごっちで妥協したが正解です。ああ、そこまで考えてる。はい、たまごっちは売ってたんですね。たまごっちで妥協、初代の白で。どっちでもいいわ。わ、はい、かりました。はい、さあ、愛斗ちゃん、今の答えに正解はありますか？ないです。ということは、おめでとうございます。サイリポスタープレゼントやったぜ。おめでとう。おめでとう。ありがとうございます。ちなみに正解は何だったんですか？正解はハンドクリームです。そっか。そっか。ハンドクリームね、大事だもんね。わかんねえわ。売ってなかったの、ハンドクリームが。あの、これじゃなきゃダメってやつが。ああ、なるほどね。なるほどね。あるんだね。お気に入りのがあるんですね。結果、何をあげたんですか？まだあげてない。あ、あげてないのね。なるほど、わかりました。じゃあ、たまごっちの方ぜひね、プレゼントしていただければと。それも昔だね。思います。はい、じゃあ最後、綾部の皆さんに何か、熱いメッセージを届けちゃって、はい、どうぞ。はい、いつか絶対ライブに行くので待っていてください。はい、はい、待ってます。ありがとう。ありがとう。はい、ありがとうございます。愛斗ちゃんおめでとう。ありがとうございます。サイリポストをお届けします。はい、以上 V ニコ伝のコーナーでございました。はい、ということで残念ながらもうあなたの皆さんとお別れの時間になった。急ですね。大げさだな。まだと思ったらここにもうお別れに帰ったって。そうだよ、早いですね。あっという間だ。久しぶりに来てくれたのに。でも
方あのプレミアム会員のコーナーにはまた戻ってきていただきますので、はい、後でまた戻ってきますから。ありがとうございます。さあここで大事なお知らせがいろいろございますのでね、まずですね、はい、はい、5月16日に、はい、ニューシングル覚醒シュプレヒコールリリース、待ってました待ってました、すごい長く続いた、こちらですね、この、シングルに関するメールも来てまして、レインボーさん北海道の方からはですね、今回のシングルでは真っ白な衣装と全員がハットをかぶっていたり、いつもよりちょこっと濃いめのメイクですが、うん、誰の意見が一番反映されたのでしょうかという質問も来てます。トイズファクトリーの今村さんです。そうです、今村さんです。違うでしょ、今村氏です。違うでしょ。誰ですか。まあみんなでね、話しながらいろんなものを見ながらとか、共通なんか全体的に、まあ、夏っていうことでみんなでなんか全身白になったことないねっていう、うんうん、あ確かにないですよ今までね。 それで全身みんなが白になったことないなと思って、うんうん、それでなんかそういうテーマ性というか、うん、そういうテーマ性、うん、全員白になったことがないとい そうだからやってみたいという、オッケー。じゃあそう、あれ違ったっけ、オッケー、大体健三君こんな感じ。さあ時間もねなくなってまいりましたけど、はい、じゃあこちらどんな曲なのかを一言で、伊藤さん、じゃあこの曲はライブ、うん、とにかく盛り上がる、なんと全編振りがついてるような楽しい曲です、うん、みんなで踊っちゃいましょう、はい、そうです、ぜひこの曲聴いてライブで踊っていただきたいと思います。そしてですね、インスタイベントなんかもございまして、6月10日には新生堂本社にて、リリース記念のねインスタイベントがございます、はい、そして、5月20日20日はですね、ニコニコ本社でイベントがあるんですよね、はい、あります、インスタイベント、先ほどなんかもらいましたけどもね、出てますか、出ない、これは出ないのね、これは出ないけどあるんです。だ詳しくはね、いろいろホームページでチェックしていただきたいと思いますけど、はい、そして7月14日に高田のババエリアでありますね、はい、スピードディスクプレゼンツ、yeah. 確率変動に参加します、参加します、生で見れますからぜひこちらもチェックしていただきたいなと思います、お願いします、はい、ということでちょっと最後駆け足になってしまって申し訳ございませんでございますけれども、プレミアム会のコーナーね、また21時の番組本編終了後登場していただきますので、はい、そちら楽しみにしていただきたいと思います。それではこの曲を聴きながらお別れとなりますので、曲紹介をお願いします。それでは聴いてください、あさって発売のニューシングル、綾部で覚醒シュプレヒコール。今夜一組目のゲスト、綾部の皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。